皆様、本日は理学ブースにお集まりいただき、またウェビナーをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ここまでできる、こんなことがわかる X 線解説の基礎、と題してブースセミナーを始めさせていただきます。本セミナーは理学アプリケーションラボの浜田加穂が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。今回は X 線解説装置でできる分析手法とそのアプリケーション例をご紹介します。 本セミナーの流れはこのようになっております。まず、X 線解説装置でできる材料とその特徴についてご紹介いたします。セミナーの題名にもある X 線解説装置では、材料、様々な材料を評価することができます。粉末、薄膜、液体など、私たちの日常生活に欠かせない材料に対して、未破壊で測定することができます。また、どのような物質が含まれているのか、 どのくらいの量が含まれているのか、またその結晶性はどうなっているかなど、多くの情報を知ることができます。近年汎用的に使われている X 線解説装置では、解説、前反射、股折、散乱の3種類の手法を使って測定を行っています。それぞれに対応する測定手法を、X 線解説法、X 線反射率法、 小学 X 線散乱法と呼んでおります。各手法で得られる情報としましては、X 線解説法はこのようなプロファイルが得られ、定性分析、定量分析、結晶構造解析、そして結晶性を評価することができます。X 線反射率法は主に白膜材料に使用されており、周期的なフリンジの構造から爆発、 密度などの枠構造の情報を手に入れることができます。そして、昇格 X 線散乱法では、右肩下がりのプロファイルの形状、傾きから、粒式やその分布を評価することができます。ここからは、分析手法とそのアプリケーション例をご紹介していきます。まず、X 線解析についてご紹介します。この解説現象というのは、こちらに示すブラックの式が成り立つときに、 観測されるようになっていますまた X 線解説装置はこちらに示すような構造を示しており左側から X 線を発生させ真ん中の資料に照射し右側の検出器で係数する形になっております通常は入射側と受効側が同じ角度になるように動く測定が行われており解説条件を満たすピークの本数は結晶構造に由来しています 右側のグラフの赤い線は炭酸カルシウムの実測パターンで、青い線はデータベースに載っている炭酸カルシウムの解説パターンです。このグラフの見方として、グラフの横軸が解説角度2シー,ター、縦軸が解説強度になっています。それぞれの解説ピークの角度位置、強度比を合わせるときれいに上下が一致しており、この資料が炭酸カルシウムであることがわかります。 このように測定パターンとデータベース上の解説パターンを比較することで、未化合物を同定することができます。また、X 線解説法では材料が結晶であるか、非翔室であるかを分かることができます。結晶室、非翔室に対して測定を行うと、結晶室の場合は赤色の線のようにシャープなピークが観測される一方で、飛翔室の場合は、 結晶質であっても、近距離の秩序は保たれているため、青色のようなブロードなハローピークを観測することができます。このように解説パターンの違いを見るだけで、物質が結晶質なのか、非晶質なのかを知ることができます。また、X 線解説法では結晶多形の違いを知ることができます。こちらはペンキでやインクで使用されているルチルと、 光触媒作用のあるアナターゼの結晶構造になります。どちらも同じ酸化チタンで同じ化学組成式を持っているのですが、このように結晶構造が異なっており、異なっているこの状態のことを結晶竹と言います。このように結晶構造が異なっているこの2つの材料を測定すると、解説ピークの出る位置や、 そのピーク間の強度、本数等が異なっております。それぞれの結晶構造以来の解説パターンを観測することで結晶多径を見極めることができます。また、X 線解説法では物質の定量分析を行えるというところも魅力的なところです。こちらに示すのがセメント材料の結晶相同定定量分析例になります。 セメントでは含まれている化合物の比率がコンクリートの強度、性質に大きく影響してきます。右の定量結果に着目すると認証値の誤差の範囲内で同定された化合物を定量することができております。このように、減量線を引くことなく定量分析が行えるところも利点の一つになっています。 電子部品の小型化により、年々より狭い領域で照射したいというニーズが増えてきています。そのようなサンプルの場合は、右図のように X 線を集光させることで、1ミリ以下の微小領域を評価することができます。こちらは、サス板状に飛散した塩酸によって生成された微小異物を測定したものになります。それぞれ色が異なっているところを測定して,ところ測定して訂正を行ったところ、 こちらの右のように、その色に特有のピックを手に入れることができました。また、ビームを絞っていることから、マッピング測定も行え、測定位置を変えながら細部まで分析することができます。このように、資料を狙い撃ちし定で測定することができるのも利点の一つになっています。次に、音調測定をご紹介します。こちらは、X 線解説 測定と、熱分析手法の一つ、DSC 測定を同時に行えることができる、XRDDSC アタッチメントというものを使用しております。こちらのアタッチメントは、弊社独自の技術となっています。左側が解説プロファイル、右側が DSC 温度チャートになっております。DSC 温度チャートの読み方は、上の縦軸が熱流、上の横軸が熱流、 下の縦横軸が温度、縦軸が時間です。時間が上に行くにつれて経過時間が分かるような仕様になっています。実際に加熱してながら測定していくと、青い線の部分で結晶想定位が始まり、黄色の線のところで融解され、さらに上がっていくと、さらに再度再結晶されている様子が見て取れます。このように一台の装置で 一,度のサンプ一つのサンプルに対して結晶構造変化、熱物性変化を同時に見ることができます。電池の分野の測定例として、全固体ナトリウムイオン電池のオペランド測定をご紹介します。経過時間に対応する重放電曲線をこちらに示しております。こちらの結果から、初回の放電で想定位が起きていることなど、重放電中の結晶層や 格子上数の変化を捉えることができます本。本測定はこちらのアタッチメントを使用して測定を行っておりますが、弊社では多様な電池アタッチメントを取り扱っております。本日ブースにて展示しておりますので、お気軽にお問い合わせください。次に薄膜材料の測定例をご紹介します。X 線解説法の一般的なスキャン方法は、 入社側と受講側が同じ角度で動くツーシーター、シータースキャンが一般的です。しかし、白膜材料に用いると基盤からの情報を多く検出してしまい、本当に見たい膜の情報が埋もれやすくなってしまいます。よって、このような場合には入社の角度を微小角に固定したまま、検出器だけ動かすツーシーター,ー,タースキャンっていうものが有効になります。このスキャン方法では、 X 線の侵入深さが減少する、また白膜への照射面積が増やせるという利点があります。右のプロファイルは、ガラス基板上に精膜された ITO 膜を測定した事例になります。黒色の2シーターシータースキャンのプロファイルでは、基板に到達する X 線が多いため、ガラス基板由来の波浪が観測されており、ITO の情報が十分に得られておりません。一方、赤色の2シータースキャンの結果から、 ガラス基板上のハローは観測されておらず、ITO の解説ピークを感度よく検出できていることがわかります。次に X 線反射率法をご紹介します。この手法では、膜厚、密度、表面や海面のラフレンスなど、膜構造の情報を取得することができます。特徴としては、信号を得る現象が解説ではなく反射のため、 膜の材料が非勝質な状態でも分析することができます。また、他の分析手法と異なり、大気中で前処理することなく、非破壊で測定することが可能です。そして、資料表面が鏡面のような状態であれば、こちらの手法を活用することができます。こちらはガラス基板上に1ケル鉄の合金膜とタンタル膜、 が生膜されている資料の解析例になります。反射率の解析では、まず白膜の初期構造モデルから計算プロファイルを作成します。そして、実測プロファイルに対して計算プロファイルが合うように各層の膜圧、逸度、ラフネスなどを精密化して解析を行っていきます。こちらに示すような構造だと、測定データと計算データが一致していません。 実際には、白膜表面に酸化膜が生成することがあるため、再表面に酸化膜を加えて解析を行ったところ、こちらのように一致度の高いピッティング結果と、こちらに示すような膜構造の情報を得ることができました。このようにして、非破壊で白膜情報を得ることができます。最後は、触覚 X 線散乱測定のご紹介です。 ツーシートの角度範囲によって得られる情報が異なっていて、大きく2つに分けることができます。その中でも、ツーシーターが0.1度から10度の昇格領域での産卵を観測することで、ナノサイズの粒子系や積層周期などといった大きな構造を評価することができます。こちらには、金ナノ粒子の粒子系分布の解析例を示します。 金なの粒子の粒子径の計測は主にテムを使って行われており、粒子の形状や大きさをこちらのように画像を使って確認することができます。昇格セ線散乱の場合は、実測データに対して計算データをプロファイルするプロ、フィッティングすることによって結晶子サイズやその分布を評価することができます。右のグラフのヒストグラムはテムから得られた粒子径分布。小犬の線の グラフは、小角 X 線散乱から求められた粒子系分布です。小角 X 線散乱の測定結果から求められた粒系は約4 7メートルであり、テムの結果ともよく一致していることが分かります。また、テムと比較すると、小角 X 線散乱測定で測定する方が、資料調整も簡単で、また局所的でなく、平均的な情報を得られるところも利点の一つになります。 このようにして X 線でもナノ粒子を評価することができます。ここまで X 線解説装置でできる分析とそのアプリケーションをご紹介してきました。X 線解説への理解が深まれば幸いです。弊社では1台で多様な分析手法が可能なスマートロボシリーズ。小型ながら高速、高分解能の測定が可能なミニフレックス。 オートメーション利用が可能で、品質管理用途で特化されているミニフレックス XPC などを販売しております。本社システムではこちらのミニフレックスシリーズを展示しておりますので、ぜひ弊社ブースの方にお立ち寄りください。また、ここまでの詳細な質問をされたい方は、こちらの専門家から相談を、からお気軽にお問い合わせください。こちらの QR コードから飛んでいただいても構いません。 また、弊社の方では定期的にウェビナーを配信しております。また、過去のウェビナーも無料配信しておりますので、こちらから検索いただき、ご視聴いただければと幸いです。これで X 線解説の基礎編の発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。